ヒーロー気取りか、デック。事の始まりは中国経験士こうする赤子が生まれたというニュースだった。以降各地で長城は発見され、原因も判然としないまま時は流れる。世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在、混乱渦巻く世の中で、かつて誰もが空想し憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。その職業こそ、こらデーク、ボス個性どころか無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。そんなにヒーローに好きてんの。効率いい方法あるぜ。来世は個性が宿ると信じて、屋上からのワンチャンダイブ。僕も個性入れたらこんな風になりたいな。諦めた方がいいね。私が来た。僕もなれるかな。ごめんね、イスク。もう大丈夫だ、少年。私が来た。テキサス。個性がなくてもヒーローはできますか。個性のない人間でも。ヒーローになれる。力を譲渡する力、それが私の受け継いだ個性。冠された名はワン・フォー・オール。そうして救いを求める声と義勇の心が紡いできた力の結晶。頑張ったよ、本当に。肝に銘じておきな。これは君自身が勝ち取った力だ。大丈夫？緊張するよね。ヒーローになんてなれやしない。僕は人より何倍も頑張らないとダメなんだ。うまこれしか思いつかなかった。
長。あの数秒がなければ私はやられていた。